どうもスーパーラバー、今回の依頼はラブトラップ。はい、ということで、はい、今回なんですけども、はい、レン君これいないじゃないですか、はい、入院しました。あらららら、なんで、あと新しいメンバー募集しますまあ冗談はさておき、まあ別に命は別じゃない、はい、ないです、うん、まあ暴飲暴食暴食がたたってたたった、あとまあほんと過労なんだよ俺ら。24時間調査したりとか編集したり会議やってるんですよ。もういかれてないよこんなこれはいかれてるわ、こんなポーズいかれてねえとできねえよまあそれはね、さておき、まあ今回の依頼はですね、まあ簡単に説明すると、はい、ラビリンス、ん、迷宮、迷宮基本な依頼です、まあ、謎がまだ多い状態ですね、はい、なんでちょっとお呼びしましょうか。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。簡単にね、説明だけ、はい、お願いしてもいいですか。そう、今、はいはい、お付き合いしてる人がいて、その人がなかなかお家にお招きをしてくれなくて、はい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 、やっぱお家デートとかそういうのも、全部私の家で、あ、そうだね、行きたいって言って行かせてくれなくて、なんか予定が合わないって言われたりとか。不思議だよね、付き合ってるにもかかわらず家に入れないっていうのは。だからなんか他の女の子とか連れ込んでるんじゃないかなっていう、確かに思っちゃいますよ。一つ言い訳ではないけど、はい、言わせてほしいのがあって、その本当に家に入れちゃいけない状況とかある人ももちろんいるのよ、まあ、その誰かと住んでてとかっていう。実家とかだったら分かるんですけど、一人暮らしって言ってたんで。あ、もうじゃあそれだって確定的におかしいよな、なんかあるよね、理由は絶対に。教えれない趣味があるっていう可能性あるけど、だったら受け入れるから言ってほしい。そうだよな、そこも知ってるもん、相談してほしいけど、なんかやっぱり連れ込んでるんじゃないかなっていう不安が一番、まあそれはな、強いよな、それ強いくなっちゃうよね。友達とかに相談してもそうなんじゃないって言われて、言えないやばいよな。依頼内容としては長期です。そうですね、待って証拠を上げてってことでしょ。出てくるとは思うよ、もし本当に家に入れてない理由があるとするんだったら、うん、そういう趣味だったら受け入れるし、うんうん、全部受け入れたいと思ってるし、好きな人なんで。彼女さんとこの間のデートの時にこう帰る時にそのちょっと追わせてもらって、まあ、家見たんですけど、別に自宅っぽくなかったよ。自宅っていうか実家っぽくない。あ、そうそうそう、実家っぽくない。実家でこれはないだろう、絶対一人暮らしだろうみたいな、まあ、狭さとかいうか、うん、っていうことで今日はひかりさんの自宅付近にいるんで、なんで張りましょう。待機の人がいるんですけど、その人と目が交代して、はい、僕たちは今から見ていこうと思います。お願いします。お願いします。それではよし、というわけで、張り込み場所に到着しました、まあ、ここ画面の中心側が隣の入り口と、まあ、2階に上がる階段で、対象は1階に住んでるとのことなので、まあ、入るとしたらこの画面中心の細いところから家の扉の方に行くっていう感じですね。ここからね、待ちたいんですけど、まあ、もう待つと言っても結構時間かかると思うんで、なんで忍耐ショーです。ここからは行きます。やばそうだったら一回教えてくれたらすぐ。わかりました、ありがとうございます。普段の浮気調査よりも今回は情報が少ないので、カメラ回さずに追跡とかもあるんですけど、まあ、それ動画にならないで、今回の動画になれるのかわかんないですね。面白い可能性もあるんで。全然来ないですね。あれから1時間半経過してますけど、なかなかに帰ってこない。怪しいよね、だって休みじゃないですか。うん、まあ外で飲んでるとかってはないだろうけど、連絡も返ってきてないんだ。どこいるんだろうね、そっち寄った方が良かったかな。あれ彼氏や、今彼氏帰宅ですね。今家の方入ってきました。彼氏帰ってきたね。こっからですよ、またさらにすごいね、サンダルで。お疲
作った。パチンコ行ってたんだ。見るってしないよ。パチンコやってる。パチンコやってる彼氏は結構良くないよ。後から知る系結構きついよね。そうです。でもやめてほしいけどやめてともいけないんで。まあね、人の趣味になっちゃうから。なんで言い入れてくれないんだ。なんかエッチなグッズとか買えるのやだろうな。もしあった場合ね、使うわけではないからか。動きがなしですね。そうですね。普通にただ一人暮らしで、女性出てきたぞ。え、今部屋から出てきたぜ。多分もう一個の画角の方で見えてると思うけど、一番奥だから彼氏の部屋やな。荷物持って歩いてる。帰るのか、彼氏の部屋から確実に出てきましたね。本当にでってことですよね。絶対これそうじゃん。当たり前だけど、家の中はね、全部カーテン閉まってて見えないんですよ。で、彼氏の部屋も見えないんで。ただ彼氏が帰ってきて、時間で言ったら1時間経ってないぐらいで女の子が出てったから、まあ女の子はもともと家にいたっていうのはもう確定なんよな、今の状況で言うと。これ結構やばいよね。捕まえて、ちょっと遠くですよね。行きたいよな、正直。めちゃめちゃで、情報としては女性が彼氏の家から出てきた。もともと女の子が家にいた状態で彼氏が帰ってきて、女の子が一人で帰ってったっていう状況をから考察すると、相当歴の長い濃密なセフレか同棲してる、何か理由があってか兄弟、まあ、ただのセフレではないよな。めっちゃ行きたいの分かるけど、一旦を泳がして出るのどういうことかっていうと、もう確定的なわけじゃん、出てきたのが。証拠としてもっとなんかイチャイチャしてるとことか、証拠は全部揃ってないから逃げ切れられる恐れがある今だと。じゃあ妹だよとか、そういう風に逃げられたら友達だよとか言われて、まあ、何にしてもこの情報だけじゃ絞るにも絞れないから、まだ必要やな、調査は。そうだからもうちょっと晴れば他の女も出てくる可能性全然あるし、またあの女の可能性もあるし、そういう時に家にいる状況か、ほんと2人で一緒にいる時で一回行った方がいいと思います。それで行きません、ね、ちょっと一旦ちょっと待ちます。皆さん、もう一人ですね、待機してたスタッフの方がですね、一応さっきの女性の方を追ったみたいなんですけど、普通に電車で帰ってって、そのもうあの都心の方っぽいんで。え、行ってきてもいいですか。私めっちゃ分かるんだけど、行きたい気持ちが。多分今日は一応貼っときますけど、はい、一回ばらけて、でまた誰か入ってきたらまた合流でやった方がいいと思います。一回ちょっと返させてもらって、はい、他の人たちに任してるんですけど、やばいよね、まさかの家から出てきたっていう。言えなかったけど、本当に彼女さんやばかったよ。マジですか。これもう行った方がいいんじゃないですかって言って、マジで行こうとしてたから。いや、今行っても何もなんないから。帰りもそのマジで突然しようとしたから。え、行ってきてもいいですか。めっちゃ行きたいの分かるけど、一旦こう泳がしてっていうのはどういうことかっていうと、バイト持って、いや、あれだけやっていきましょう、その次の調査まで。たぶんそう、だからそれは絶対、とりあえず次です。はい。
施術がお立ちしました。ちょっとですね、皆さんもう患者さんが結構もうフラストレーションで、でも正直めちゃくちゃ言ってしまいそうになっちゃったんですけど、だるよね、一回知っちゃったらどうかかわってくるか、そうだよ、今まではさ、普通にしようと思ってさ、ちょっと疑いの目はあったけど、それが脳梗塞になっちゃったから、そう、だからなんかこう、しれっと、なんかその家、遊び行きたいなみたいな話をして、お、した大丈夫言ったの、ちゃんと、あ、全部言ってないです、で、なんか正直に、また断られたんで、あ、妹とか来たりするのみたいな、あ、聞いたら、あ、妹先生呼ぶよって言ってたんですけど、妹だったら家に入れるってこと、年齢的にもちょっと年上かね、まあ、彼氏よりもそうだ、嬉しちゃったね、だからあんまり妹の感謝はなくないから、私もなんかこうちょっとそれも勘ぐっちゃった、うわ勘ぐるわ、それ急にやばい、そう勘ぐっちゃったんですよ。ちなみにお姉ちゃんはいない？お姉ちゃんはいないです。じゃあ、いや、じゃあ妹ではないよ、妹しか聞いてなかったんで、でもあんまり妹って正直思いなくて、はい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 、やっぱりまあ好きな気持ちがあるからちょっと信じたい部分も、そうだね、今日だってもうすでに入ってるんだっけ、まだ帰ってきてないっけ、まだ帰ってきてないです。あれね、だから帰ってきた時に違うまた女か、まあ、あの人をもう一回呼ぶっていう可能性あるかな、いやー関係性によるな、マジで、いや、セブレとかだったら呼びます、可能性としちゃう、いやでも俺は結構懸念点として、彼氏が帰ってきてその後に女が帰ったよ、だから女はもともと家にいたんよ、あ、そうなんだよ、そう、そこまでの話、そもそもなんで家から出てきたって、で俺は割と早く張ってた、絶対的に張ってたじゃん、からもう家にいたってことは、だからもう相当仲いい可能性だよね、だから呼んだっていうよりは、うん、単純に泊まってたかとか、あー、それから相手に持ってたりする可能性もありますよね、それは長い年月を経たセフレの可能性もあるし、それはある、全然あります、うん、どっちにしろだから今回2人目なわけじゃん、で2人目行ったら突撃していいと思うから、まあ、そうね、明らかに女連れ込んで、でも2人目妹だったら、だったらこの前の証拠出して、じゃあその子は誰みたいな、でももうきついよね普通に、なんかもういろんな証拠出てきたとってさ、今さらお前何なんだよっていう、今までの何だったの、めちゃめちゃムカつくのと悲しいのと、ね、めちゃめちゃになっちゃってるんで、私も相当すごい紳士的だったらしいから、彼氏がね、はぁ、彼女さんほら感情的になるタイプだから、うん、まあ、分かる気持ちね、めちゃめちゃ、そういうのとかも、まあ、沈めてくれるっていうかね、ちゃんとケアしてくれてるとか、まっすぐにこう向き合ってくれる、うん、それだったらびっくりした、高低差がえぐいな、うん、私なんかその女と会ってても私への対応は変わらないから、うん、やっぱずっと前からなのかなって感じちゃったりもあるし、まあ、連絡入って、うん、彼氏さん帰ってきたっぽいの、一回聞いてないじゃないですか、そうだね、やってきましょう、じゃあ帰ってきたね、一人だけ帰ってきた、でも分かんない、こっから今日来るかはまだ分かんないけど、まあ一旦落ち着こう、いいですか、まだやめて、逆に言うと一番いい、いるんですか、もう行ってる、行ってよくないですか、もうちょっと待って、今行っても、まあ、ある程度言えるとはもちろん言えるけど、もう次来た時に誰かのね女が来た時に確定的にそれを捉えて行った方が全部解放できる、もう今行っても相手は与えるダメージ少ない息と完璧に集めてから行った方が絶対スッキリできる、彼女さんもそう、待とうぜ、もうちょっと待ちましょう、ちょっとあっち側で行こう、水分あるけど、俺が思うのはこの出てきた人いたじゃん、家から割と早い時間帯から家でずっといたわけじゃん、うん、前日で泊まった、うん、セフレみたいな、あの帰り方だったの慣れてるしね、かなって思う、だって道とかも分かってましたもんね、うん、私セフレは入れるんだって言って、彼女を家に入れちゃうと絶対荷物とか置けない、歯ブラシとか、それをもう呼べなくなっちゃうから彼女は呼ばない、うん、じゃあ彼女よりもセフレ優先じゃない、
セフレだったら歯ブラシ置いたとしたらさ、捨てちゃったんですみたいな。けど彼女だったら捨てちゃったんです。なんで捨てたんだってなっちゃう。だったらホテル行ってやって思いますけどね。マジでボコボコにしたの。自己嫌悪に走っちゃいけないとは思うけど、なんか優しくって誠実な人だったからって思って信じて好きだったけど、でもなんかそれを選んだ彼女さんが悪いんじゃなくて、表だけいい顔してる彼氏が悪いんだ。そう、それは嘘ついてることになるから。だから自己嫌悪は絶対にしない方がいい。でもなんか悔しいし、なんかこんなに見えないんだなって思っちゃうから。私もマイルシートを押せない。